ロングドックとは、イギリス原産の狩猟用のミックス犬種である。一部固定化された系統のものもある。ロングドックは、ラーチャーとタイになる犬種である。ラーチャーは3分の2が、サイトハウンドで3分の1がハーダーの血を引いているのに、対し、ロングドックは、サイトハウンド同士の掛け合わせによって生まれたものである。例えば、サルーキとグレーハウンド、アイリッシュウルフハウンドとボルゾイなどの、 純血犬種同士を掛け合わせたものや、それらによって生まれた雑種同士を掛け合わせて生まれたものなどが、ロングドッグである。主にのウサギなどを狩る猟犬として使われているが、ドッグレースに使われることもある。また、引退した犬や選別で漏れた犬は、ペットとして飼われている。現在イギリスでは、ロングドッグよりも、ラーチャーの方が人気のため、影が薄くなりつつある。 犬種名の通り、マズル、首、足、銅、尾が長い。大型犬サイズでそれ以外の見た目は固定されていない。多くは、垂れ耳で、サーベル型の垂れを持っているが、例外も多い。雑誌化強制を持っていて、病気に強く、寿命は11から14年ほどである。ありがとうございます。